こんにちは、スターホースの福島大輔です。今回から基本的な障害馬術の動画を配信していきます。お楽しみに。まず、馬にまたがった状態での基本姿勢の説明に入る前に、馬の骨格と鞍の構造の関係性について、説明していきたいと思います。馬の背中というのは、馬の前足と後ろ足に挟まれた吊り橋のような構造になっています。ですので、この吊り橋のところに、人間のウエイトがかかるわけですが、馬というのは気候に近いところというのは、結構頑丈にできています。ただし、後ろに行けば行くほどこのように押したらこのように、しなりますけども、馬の背中というのは柔らかく繊細にできています。そして、この鞍というのは、非常によく考えられてできていまして、この馬の重心というのは立っているときはだいたいこの帯道よりちょっと後ろあたりなんですけども、ここに人間がまたがったときのお尻の位置、だいたい座骨の位置が来るようになっています。そして、その位置よりも若干前に、このあぶみの付け根と、この帯道ですね、帯道が重なるように、設置されています。これはどういう意味かと言いますと、基本的には馬の重心と人の重心、ウェイトが一致していることがとても大事なんですけども、馬というのは、踏み切ってから、障害を飛んでいくときに、後ろにある重心を一気に前に飛ばすことで障害を飛んでいきます。ですので、その一気に前に飛んでいく馬に対して人間が突き遅れないようにするために、この重心よりも結構前の方にあぶみの付け根が来ているのが特徴です。そして、人間が馬の背中の上にまたがったときに、自分の重さというのがほとんどあぶみに感じていることが障害馬術では特に大切です。そして、一番よくありがちの悪い姿勢というのは、背中を丸めて後ろに座って足をこのように突っ張って前に出す、このような姿勢で乗ってしまいますと、常に、繊細な背中の部分を押さえて馬に動けなくさせてしまいますし、馬がそこからじゃあ踏み切って障害を飛んでいこうといったときに、自分のバランスが馬の動きについていけなくなってしまいますので、必ずあぶみを自分が地面の上に立っているように踏み続けることが大事なポイントです。それでは馬の背中にまたがった状態での基本姿勢について解説していきます。でまず、あぶみの長さなんですけども、障害を飛ぶ場合、だいたい軽くかかとを下げたときに、ここの煽り側の前の部分と膝の部分がだいたい一致するぐらいの長さがいいと思います。まあ、当然体型であるとか足の長さとかによって、まあ、多少は変わりますけども、だいたいこのぐらいがベストだと思います。で、今度あぶみが長すぎてしまうと、激しい馬の動きに対してついていきづらくなりますし、今度逆に短すぎるとバランスが取りづらくなりますので、このぐらいの長さが一番ベストだと思います。で、まず、馬の背中にまたがって、ここで一番最初に意識しなければならないことは、まずあぶみを、自分の真下に踏むこと、そして、自分が地面の上にいるように、自分の真下に脚を安定させて、頭と肩と腰とかかとがほぼ地面に対して垂直に一直線になる、この姿勢が基本的な、馬に乗る上での基本姿勢になります。で、当然馬がここから動き始めると、人間の足が前に行ってしまったりとか後ろに行ってしまったり、体が右に行ったり左に行ったり前に行ってしまったり後ろに行ってしまったりというふうに、バランスが崩れた時にどうしてもこの姿勢が崩れてきてしまいます。ですので、次の随伴の部分でそのあたりには触れますが、馬の動きに対していつでもこの姿勢がキープできるようになると、馬の背中の動き、もしくは頭頸の動きに対して拳が自由に動けるようになって、膝と腰も馬の背中の動きに合わせて自由に動けるようになってきます。ですので、この姿勢ですね、基本的には頭と肩と腰とかかとが一直線になるように、この姿勢を維持してください。正しい騎乗姿勢というのは、頭、肩、腰、かかとがほぼ一直線となって、馬の重心と人の重心が一致した状態を言います。そして、自分のバランスはしっかりとあぶみで保って、膝と腰が柔らかく馬の動きについていけるようにします。
そして、アブミが自分のバランスの真下に来ていると地面の上にいるのと同じ状態になりますので、人間の上半身というのは自由に動けるようになります。これがよくある悪い例としまして、足が前に出てしまう。よく、かかとを下げなさいと言われるかもしれませんけども、自分の重心の真下に向かって下げる分には構わないんですが、前に出してしまいますと、今度は自分のバランスを支えるための地面のような役割がなくなってしまいますので、完全に、人間の、上半身のウェイトというのは、お尻の方ですね、馬の重心よりもはるか後ろの方に、かかってしまうことによって、馬の背中に対して、違和感を与えてしまいます。そして、今は止まっている状態ですので、手綱を離しててもこの姿勢は椅子のように腰掛けてるんでね、取れますけども、今度これが動き始めた時ですね、馬が動き始めると今度は馬の動きについていかなければいけません。でその時に足の位置が前にあって、お尻が後ろに、椅子のように腰掛けていますと、必ず前に行こうとする前に対して人間がついていけなくなりますので、手綱を引っ張るようになります。そして、前に行きたいんだけども前に行ったらついていけないというような、馬の動きを一歩一歩邪魔するような姿勢になってしまいますので、車とか自転車で言えばブレーキをかけながらアクセルを踏んでいるような、言ってみれば矛盾したような状態になってしまいます。で必ず、馬の背中そして、口を邪魔しない姿勢ですね、自分のバランスはちゃんとあぶみの上で地面の上にいるような感覚で、バランスを取ります。そして、足の位置は前に行き過ぎないように、かかとを上がるのはよくありませんので、重心が上がってしまいますとコントロールしづらくなりますし、バランスも取りづらくなります。かかとは、適度に下げます。そして下げすぎはダメです、ね、そして、地面のように、あぶみの踏むウェイトの感覚を感じて、そして、膝と腰が自由に動ける姿勢を保ちます。そして、今度まず波足で、この基本姿勢について説明していきますけども、このように馬が前に歩き始めますと、今度はこの歩いていく馬についていかなければいけません。でこの時に、必ず、脚、膝から下で、馬を前に推進をして、そして、拳で馬の馬を受け止めて推進力を拳で受けます。そして、馬体の中に力をためながら馬を前に推進していきます。そして馬の背中の動きに対して、違和感なく自然に、ついていくような形で膝と腰が揺られていることが理想です。これが一生懸命体でこういうふうに歩かせようとすると、馬っていうのは今失速しましたけども歩かなくなります。もしくは、このような基本姿勢で背筋を伸ばして、脚でしっかりと馬を推進して、重心の上に、座骨を通して人間のウェイトがかかっていると、馬はこのように脚を使ったら使った分だけスタスタ歩き始めます。ただしこれが、先ほど説明した悪い姿勢になって足が前に出ると背中が丸くなって、で拳がどんどんこういうふうに手前に来てしまいます。このように、背中を丸めて足を前に出して、乗ってしまいますと、馬の背中に対してブレーキがかかってしまいますので、馬はどん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 失速してきて前に歩けなくなってきます。ですので、このように、急に馬のテンションが下がりましたよね。でこのように波足がゆっくりになって、前に推進がかからなくなります。でここでまた背筋を伸ばして膝から下を使って馬を前に出し始めると、ピリッと馬が起きてきてまたスタスタ歩き始めます。ね、このように姿勢一つだけで、これだけ馬の状態って変化します。意外と今まで、なかなか上達しない、うまくいかない、馬の動きに全然ついていけない、駆け足発進がうまくできないとか、このようなことでお悩みの方がいらっしゃいましたら、もう一度この基本姿勢について、チェックしてみてください。意外と足が前に出てたり背中が丸かったり、後ろに座ってたりする方が多いです、ね、必ず、座る場所というのは、前胸の真後ろです、このあぶみの付け根があるあたりに自分の座骨を通して、人間のウェイトがかかってなければいけません。
で今度逆に、脚をこのように引きすぎる方もよく見かけます。でこのように脚を引きすぎる方で、こういうふうにかかとを上げて脚を引きすぎてしまうと、今度は、人間のバランスが前に行ってしまいますので、馬も同時に、バランスを失うことにつながります。特に、障害の場合は強く馬を前にスピードを出して、そして障害を飛んだりしますので、最後は、スピードを出したまんまではなく、スピードを出した馬を今度は我慢させることによって、跳躍力に変えなければいけません。その時に、このような足の位置では馬と一緒に、障害に対して体当たりするようなバランスになってしまいますので非常に危険です。ですので必ず、脚は真下もしくは若干自分の腰よりも若干前ぐらいです、ね、でその位置を安定させて、馬を前に推進かけます。で意外とこの姿勢を整えるだけで馬って勝手に歩くようになりますので皆さんやってみてください。